エルガトゲームキャプチャー HD60S S です。これゲームキャプチャーデバイスっていうカテゴリーなの、多分もう有名なゲームキャプチャーなんですけど、これの S が出たんで買ってみました。前からもうこれを買おうかなと思ってて、で Amazon でもう欲しいものリストに入れてて、よしじゃあ買おうってなったら、なんか S が増えてたんです。 HD60 っていうのがあって、これの一つ前のエルガトキャプチャー HD っていうのかな、60じゃないやつと、あとなんかパソコンに取り付ける、直に取り付けるやつの3つしかなかったと思ったんですけど、なんかこの HD60S が増えたんで買ってみました。ちょうどよかった。しかも値段もね、18,600円ぐらい、 Amazon でだったらこっち買うよね。 HD60 じゃなくて S です。まあ早速開けてみたいと思います。あ、裏はねこんな感じです。まあなんかこれはパソコンの画面、ちょっと開けていきましょう。こっちかな、なんだろう、いろいろあるね。なんかいろいろあるよ。どっちから開けていいかわかんない。こっちなのかな。あ、こう、あ、こうだ。おお、いいね。こうなって。おお、ほほほほほほ。もう、いいね、この感じ。ここになんかもう、取り付け方が軽く乗ってる感じ。これだ。もうよっ。あは。軽い。え、こんな小さいの。HD60S。すっげー小さ。裏がこんな感じです。で横が HDMI のイン。これなんだろう。そのマイクな。ここが USB Type-C っていう3点で、上下どっちでもいいよっていう。こっちがアウト、 HDMI 端子のアウトで、こっち、あ、こっちにはまあ説明書、これはちょっと英語だらけですね。こっちに多分アクセサリー関係、あー、これか、これがUSB で、 HDMI のケーブルも付属してます。これ嬉しいです。俺なんか買い直さないといけないのかな、買い足さないといけないのかななんですけど、 HDMI ケーブルで多分使わないし、あれも何か使おうかな。あ、でもいいね、これだけです。いいね。1.5 か2メートルぐらい。で、これ USB 3.0 で、エルガトキャプチャー HD60 は USB 2.0 だけだったんですけど、S になってから USB 3.0 に対応して、多分ちょっと早くなってる。遅延とかがちょっと短くなってるはず。で、こっちはまあいつもの USB 3.0 で、こっち、エレガトにつける方は USB Type-C なんですね。裏、こう上下関係ないよっていう。こう、じゃあちょっと刺してみます。刺して、OK で、USB っていつも裏上下あるから、もう刺さんねえよってなってるけど、こっちでも OK。あ、これ嬉しい。ただ、
最初これ出て調べた時に、あ、 USB Type C で、あ、いいなと思ったんですけど、逆にこっちももしかして USB Type C なんじゃないかなって一瞬思って、 USB Type C の対応してるのがないんで、持ってないんで、それだったら嫌だなと思ったんですけど、こっちちゃんと普通のね、いつもの USB 3.0 で端子なんで良かったですね。まず使い方なんですけど、俺もなんかそんな詳しくは分からない。まず、まあ、PS4 とか Wii U とかパソコンの映像、まあ、パソコンから出てるその HDMI ケーブルは多分モニターに刺さってると思うんですけど、それを、まあ、これだと仮定して、これがいわゆる PS4、 Wii U、まあ、パソコンから出てる USB じゃない、HDMI のケーブル、それは大抵はみんなテレビとかに刺さってると思うんです。パソコンだったらモニターに刺さってると、それをこっちにつなぐ、インにつなぐ、こう。そしたらバーです。付属でついてきたまずこの USB Type C をガッチャンコして、この伸びた先の USB 3.0 で、これをパソコンに挿す。そうするとパソコンでこのエルガト用のソフトがあるんで、そこで録画する。じゃあ映像はどこで見るのって言ったら、まあパソコンで見るんですけど、パソコンだとちょっと遅延してるんですね。映像がちょっと遅れて、映像と音声、 HDMI っていうのは映像と音声を同時に、あの、もちろん出力できるんです、ね、なのでもちろん映像と音声は同時に、あの、聞こえてると思いきや、ちょっと遅延、ちょっと遅れが生じてるんです、ね、例えばなんかこうボタンをこうポッと押したら、多分2秒とか1秒後ぐらいに映像と音声が動くんで、もちろんそれを見ながらゲームをするっていうのはまずできない。それじゃゲームキャプチャーの意味ないじゃん。どこから見るんだよって言った時に、 HDMI アウト、これをモニターだったり、まあ、テレビが一番いいんでしょうね。で、これが付属してた方の HDMI 端子、これをテレビにつなぐと。なのでちょっとややこしいんですけど、これが今 PS4 から入ってきた映像で、この映像を USB Type C、 USB ケーブルでパソコンに流しますよ、そこで録画しますよ、パソコンで。でも遅れてますよ、 1,2 秒映像と音声は遅れますよ。なのでじゃあもう一個 HDMI でテレビやモニターに流しますよっていうのがこっちで、こっちのいわゆるテレビから出てる音声とか映像を見ながらゲームをすればいいと。録画はパソコン、録画のパソコンの映像でゲームをするんじゃなくて、まあテレビとかでやると。すごいね。ただちょっとね、これはちょっとまだわかんないんですけど、HG60S になって、もしかして遅延がほぼ、いや、まあ絶対あるんですけど、もう気にならない程度の遅延なんじゃないかな。つまりこれをテレビに刺さなくても、もしかして録画する画面がパソコンに映ってて、それでゲームができちゃう。USB 3.0 なんで。まあ、0.5 とかぐらいの遅延だったらできるんじゃないかなとか。1秒だったらちょっと厳しい、 FPS とかね、アクションゲームとかだったら厳しいんですけど、
れだったらまあ気軽にできちゃう。ちょっと試してみますね。今から。で見てください、このチェーン。見てください。このぐらいの遅延です。0.5 いかないかぐらい。0.4。こっちよりはいいかな。こっち。こっちよりは丸いよりは。飛んだけど。